ヤン・ピーテルス・ゾーン・スウェーリンクは、オランダの作曲家、オルガニスト。ルネサンス音楽の末期から、バロック音楽の最初期において、北ドイツオルガン学派の育成に寄与した。音楽家としても教育者としても、イタリアのフレスコバルディに匹敵する存在である。スウェーリンクと表記されることもある。彼の肖像は1970年代のオランダの25ギルダー紙幣に描かれていた。 デーフェンテル出身。一族の多くは音楽家で父、息子ともにオルガニストであった。オランダでヤンビ・レムス・ゾーンの死に学んだと言われる。ベネツィアの有名な音楽理論家ザルリーノの火星協定に精通していたことからザルリーノにも支持したとされたことがあったが、実際には祖国を離れたことはほとんどなかった。スウェーリンクは ネーデルラント鍵盤楽派の発展の頂点を占めており、実際に大法の複雑さや宣伝において、バッハ以前の鍵盤音楽を代表する一人である。また、フランドル楽派の末裔ともみなされ、声楽曲にも熟練した作曲家であり、250曲以上の声楽曲を残した。様式的にスウェーリンクの音楽はベネツヤ時代に親しんだ。 ガブリエイリー一族の作品と同じような豊かさや複雑さ、そして空間的感覚と、イングランド鍵盤楽派の作曲家と同じような装飾や堅苦しくない形式等をまとめ上げたものに他ならない。形式上の展開において、とりわけ大主題やストレート、補足音の用法において、スウェーディンクの作品はフレスコバルディを遥かにしのいで、バッハを予期している。スウェーディンクは、 即興演奏の大家であり、アムステルダムのオルフェウスとあだ名されたほどだった。鍵盤楽曲は70点以上が残っているが、その多くは1600年頃にアムステルダムで行われた即興演奏と同じようなものだったかもしれない。鍵盤楽曲に比べれば、より保守的な手法であるにせよ、声楽曲でさえリズムの著しい複雑さや、 大砲の技巧の比類ない豊かさが明らかである。教師としての影響力は、おそらく作曲家としての影響力と同じくらいで、あったろう。門人に、北ドイツオルガン楽派の作曲家、ヤーコプ・プレトリウスや、ハインリッヒ・シャイデマン、パウル・ジーフェルト、ザムエル・シャイトや、ゴットフリート・シャイトを輩出している。ハンブルクの主要な四つのオルガニストのポストを、スウェーディンクの弟子が占めたため、 ヨハン・マテゾンはスウェーディンクをハンブルクのオルガニスト製造家と称している。スウェーディンクの影響は国際的であった。例えばその作品の数点はイングランドの作曲家による作品が中心的なフィッツ・ウィリアム・バーチナル・ブックの中で取り上げられている。スウェーディンクはジョン・ダ・ウランドの世界的に有名な涙のパバーネに基づく変奏曲を作曲し、 イギリスの鍵盤楽器の作曲家、ジョン・ブルはスウェーディンクの主題による変奏曲を作曲した。ここからドーバー海峡をまたがって異なる楽派同士に密接なつながりのあったことが垣間見えてくる。スウェーディンクはプロテスタントが主流派となったオランダにおける数少ないカトリック教徒だったと見られているが、文化を通じてドイツのプロテスタント音楽の流星に基礎を与えた。 有名な、我が青春はスギニケリによる変装曲は当時のドイツ民謡を主題としている。スウェーデンクはドイツを訪ねたことがないことから、その旋律はドイツ人の弟子から教わったと言われている。ありがとうございます。